こんにちは、ヨッシーです。今日は箕面の山ハイキングの回です。工事の音が入ってしまってるんですけど、なんか後ろで工事してるみたいでむちゃむちゃ工事の音が入ってます。すみません。チリンチリンって言ってるのは一応バックにクマ鈴つけてますまあ見たことないんでね、合わないとは思うんですけど、一応念のためつけてます。気温高いんですよね。27度、28度かそれぐらいあるんで、夏って感じです。よいしょ。景色いいですよ。こんな感じです。いや、もう一気に暑くなりましたね。歩いてて汗がむちゃむちゃ吹き出る。桜広場向かいます。結構険しいです。熱中症対策でちゃんとアクエリアスと水500ミリずつ持ってきてます。結構きついな。動画で映ってるよりも結構急な感じです。日頃運動不足なんでちょっとは運動しないとって感じですね。こんな感じです。ここ登ってきました。はぁはぁっておじいちゃんおばあちゃんの方が体力あるかもしれないですね。しっかり整理バレしっかり歩きます岩場ゴツゴツしてる。よいしょ。暑いな。めちゃめちゃ暑い。
桜広場到着しました。桜広場は人いたんで、ちょっと写すの避けときます。お、なんか穴ある。何の穴やろ。いや、でも暑いですけど、自然の中歩くの気持ちいいです。こけそうになりました。倒木すごいな、迫力。さあ、よいしょ。ハイキング進みます。すごいな、迫力すごいですよ。こんな感じです、上までね。こんなめちゃめちゃすごいな。めっちゃ葉っぱ綺麗やな。日に照らされた葉っぱがすごい綺麗です。よいしょ。はい、暑い。すごい倒木がむちゃむちゃいっぱいです。ちょっと気をつけて歩きます。踏み外したら危ないんで。いや、迫力すごい。癒される。すごいね。でも急やな。急です。学生時代でスポーツしてた時なら全然ね余裕でしょうけど、運動してないときつい。まだ歩き始めたばっかりやないかって感じなんですけど、はあはあ息切れして。すごい、でも静かですね。えのきの木がある。よいしょ。
かむき出しの自然って感じです。木漏れ日好きです。はあ、多分息切れで伝わってると思うんですけど、だいぶもうすでにバテてます。ちょっとぐるっと回ろうか。こういうとこ歩いてきました。めっちゃピー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 鳴いてる。すごいな。山火事予防って書かれてます。ベンチある。ちょっと休憩しようかな。早くも休憩を取りました。体力がなさすぎる。でも本当すごいですよ。めっちゃ木乱立してるんです。今から見せますね。こんな感じです。スケールがすごい。クエリアス飲みます。こまめな水分補給大事ですよね。休憩終了です。行きます。よいしょ。すごいしか言葉が出てこない。語彙力のなさですけど、よいしょ。すごい剣、根っこから倒れてる。動画の
熊鈴の音はうるさかったらすいません。チャリンチャリンって言って、でも一応ね念のためつけとかないとと思って。倒木すごい。でも少し休憩すると涼しい風がフューッと吹いてきて気持ちいいです。すら山道をアラサーがハーハー言いながら登っていくだけの動画なんですけど、よし行くぞ。やっぱり今の時期どうしても人混みに出る気にはなれないんで、もう誰もいない山の方来てます。よいしょ、はあ、きつ。これ上登ってったらどこに出るんよ。こういうとこ登ってきました。野生動物でもすごいですよね。こんな山をめちゃめちゃ駆け回るって尋常じゃないよ。もされると口数が減ります。分かりやすいタイプです。カラスが多い。ゴミを捨てるなって書いてますね。いや本当その通りです。ゴミは捨てないでほしい。一の橋笹百合コース、いやこんなん軽く行く人いるんですね。めちゃめちゃしんどい。私以外人いないですね。森の中一人です。めっちゃ息切れしてる。日頃いかに運動してないか分かりますよね。ランニングか何かでも始めないといけないかもしれない。
んなに汗かいたの久しぶりです。ほんま夏ですよ。サイダーが飲みたくなる。血が欲しい。休憩して。あ、あった。看板で豆情報が書いてますね。自然の回復。この辺りの山では森や林が火事にあったり伐採された跡地でも自然に比較的短い時間で緑が回復してきます。これは特定の樹木の種が長い間地中に埋蔵されており、森林の破壊によって地表面に火が当たり急に高温にさらされるとこうした種がすぐに発芽して成長するためです。こうした性質を持つ種をつける樹木は種類が限られており、この周りに多いカラスザンショウは全体にトゲが多いや赤目ガシワが代表的なものです。こうした樹木は成長は早いが寿命は短く、ここにあるような大木になるのは稀なことです。この林は長年のうちには徐々に本来の商用の森へと移り変わっていきますが、赤目ガシワやカラスザンショウは森林の破壊された傷口を素早く覆うという役割を果たしているようです。自然やっぱりすごいですね。休憩がてら豆知識の看板に読みました。アクエリアス以外にちゃんと水も持ってきてます。乾いてる時の水ほんま最高ですよね。水飲んでアクエリアス、なんかテニス選手の休憩みたいなね。Tシャツが汗で凄まじいことになってます。思いっきり汗かいてなかったんでちょうどいいですね。よいしょ。すごい鳥鳴いてる。この動画撮る前に沢でのんびりしてる動画も撮ったんでまたアップします。気持ちいいな。でも短い時間気分よく森林よくしてやるぐらいがちょうどいいかもしれないです。疲れすぎたらね、仕事にも響くんで。鳥がむちゃむちゃ鳴いてよ。いしょ。暑い。疲れたんで切り上げます。これもっと歩けって言われそうですけどね、ちょっと無理禁物なんで、もう本当に緩すぎるハイキングです。
まあ、最後はちょっと少し黙りますね。鳥の声を入れておきます。ちょっと私のうるさい声じゃなくて。本当いい声に鳴きますよね。ピピピピピって言って。視聴ありがとうございました。